ラウンド6。
てるやろかな。ご紹介いたします。ただいま第8ラウンドの途中、青コーナーマリオ・アンドラデ選手、鼻を負傷いたしました。この負傷は偶然のバッティングによるものでございました。なおこの負傷が試合続行不可能なものと判断をいたしました。レフェリー福知有司、ここで試合終了を宣言しております。この試合は10ラウンドで行われる予定でございました。ただいま試合の後半の第8ラウンドまで進んでおります。試合の後半における偶然のバッティングによるストップでございますので、この試合は当該第8ラウンドを含む採点で決します。採点をお知らせいたします。ジャッジ中村和彦79対74、ジャッジ杉山敏夫80対73、ジャッジビニーマーチン80対72、以上3対0のユナミマスディシジョンをもちまして、勝者赤コーナー中村和彦。